福岡市から南東へ15キロ、福岡県太宰府市。今からおよそ1300年前の奈良時代、日本の外交・軍事の要であり、九州全域を治める太宰府が置かれていました。都からは遠く離れていますが、朝廷直属の役所であることから、万葉集では大君の唐の帝と読まれました。727年、太宰府の長官太宰の措置として大友の旅人が都から赴任してきました。その時旅人は63歳、妻のイラツメ、息子のヤカモチ、フミモチもやってきます。旅人は官僚としても武人としても優れた能力を持つ万葉歌人でした。休みしし我が大君の推す国は、大和もここも同じとぞ思う。我が国は隅々まで大君が王様になる国ですから、大和もここつくしも同じだと思いますと旅人は歌っています。太宰府は日本が敵に攻め込まれるかもしれないという危機的な状況から生まれました。唐と新羅によって滅ぼされた朝鮮半島の百済を救援するために、663年日本は大軍を派遣。しかし朝鮮半島南西部白村江において大敗を喫してしまいました。博多湾周辺は唐新羅の脅威に直面することになります。そのため海から離れた場所に朝廷直轄の役所太宰府が作られることになったのです。太宰府の周りには防御施設も作られます。白村江の戦いの翌年664年に築かれた巨大な土塁水木。日本書紀につくしに大きな包みを作って水をためた、名付けて水木というとあります。水木の土塁は高さ13メートル、幅80メートル、長さ 1.2 キロメートル。博多側には大きな堀が掘られ、水が貯められました。土塁は朝鮮半島から伝わった半築工法で作られています。半築工法は種類の異なる土を何層も強くついて固める最新の土木技術でした。水木から続く塩路山、かつては大野山と呼ばれ、山頂部一帯には土塁と石垣を連ねた朝鮮式山城大野城が築かれました。唐新羅軍の侵入に備えていたその施設の跡です。水木や大野城などに守られるこの土地に、奈良時代碁盤の目のように区画された城防を持つ都市が出現します。その中心となったのが太宰府政庁です。東西110メートル、南北211メートルの太宰府政庁。建物は都の朝堂院と同じ配置です。正面に巨大な南門があり、奥には堂々とした正殿があります。建物の軒を飾った鬼瓦、魔除けの鬼神を表現しています。政庁の周りには実務を行ういくつもの役所がありました。府庁地区神河跡、政庁のすぐ南で発見された役所の跡です。この場所で
文字が書かれたたくさんの木札、木簡が出土しました。糸群紫20根と読めます。税として納める特産品の紫につけた木製の荷札です。紫は紫色の染料のことで、九州の貴重な特産品でした。九州から都に納める税は一旦太宰府に集められました。そして太宰府の経営に必要な分を除いた後、中央へ送られていました。太宰の措置が来た絹織の朝服、最も高貴な色である紫色は税として納められた紫で染められていました。清掃の時につける白玉の帯、白い石の飾りがあしらわれ、措置だけが身につけることができました。公文書に使われた太宰の印です。律令制度の下では文書主義が徹底していました。印章は文書の改ざんを防ぎ、効力を保証するものでした。太宰の印が3箇所に押された太宰府公家、平安時代853年延暦寺の僧円珍が唐に渡る際に太宰府が発行した渡航許可証、いわゆるパスポートです。現在の西鉄二日市駅の近くには、外国からの客を宿泊させもてなすための施設、客館がありました。発見された大規模な建物の跡、柱の穴、出土した高級食器片からも、ここが太宰府の客館と考えられています。太宰の措置の仕事の一つが、この場所で外国の施設をもてなすことでした。太宰府政庁の東側にある観世音寺、太宰府政庁が九州の政治の中心であったのに対し、観世音寺は仏教の中心としての役割を担っていました。太宰府の長官として赴任した翌年、大友の旅人の身に悲しい出来事がありました。妻のイラツメが亡くなったのです。世の中は虚しきものと知るときし、いよいよますます悲しかりけり。妻の死によって、人の世が本当に虚しいものだと実感する64歳の旅人、悲しみに暮れる旅人に寄り添う人物がいました。遣唐使としても活躍した筑前の神、山の上の奥良です。奥良は妻を亡くした旅人の気持ちになり、歌を詠みました。大の山霧立ち渡る我が嘆く、沖曽の風に霧立ち渡る。大の山に霧が立ち上る、私の深いため息が風となって霧を立ち上らせるようだ。旅人の悲しみを共にしようとする奥良の思いやりの歌です。旅人が赴任して三度目の春、太宰府の役人と九州各地の国司らを自宅に招き、梅の花をテーマに歌を詠む宴、梅花の宴を開きました。我が園に梅の花散る久方の、雨より雪の流れ来るかも。旅人は
散る梅の花を天から降ってくる雪に例えました。宴には山の上の奥らをはじめ、歌人としての優れた素養を持つ人々が集っていました。この場で詠まれた歌32首すべてが万葉集に収められています。中国の文人たちの集いに習い、その時旅人が記した梅花の宴の序文。時に初春の霊月にして気よく風和らぎ。この序文の中の霊と和が選ばれて、元号令和の出典になりました。730年12月、大友の旅人が3年の任期を終え都へ帰っていきます。旅人は水木までやってきて馬を止め、太宰府の方を振り返ります。マスラオと思える我や水茎の水木の上に涙のごわん。涙など流さないと思っていた武人の私が水木の上で涙を拭うことになるのだろうか。もはや戻ることのない太宰府。旅人の心に去来するものは何だったのでしょうか。九州に同行していた旅人の息子大友のやかもちは、後に万葉集の編纂にあたりました。唐の帝と呼ばれた太宰府に花開いた万葉つくし花壇。旅人たちが読んだ300首以上のつくしゆかりの歌が万葉集に収められています。太宰府成長を後に立てば、大友の旅人やかもち親子の語らいの声がすぐそこから聞こえてくるようです。